こんにちは、即家塾の久保でございます。まあ、こんにちはって言ってもね、今、深夜4時ですけどもね。えー、現在、4時の値動きですけども、131円の959になってます。昨日私が相場解説をして、131円前後で倍でエントリー、ちょっとロット大きめっていうふうにお話ししましたけども、今も答え出ましたね。1円ほどの値動きを捕まえたんじゃないですか まあこういうふうにね、私は今回第一仮説だけでお話しました。そして今までのこの2週間の値動き、まあ、全てとは言いませんけども、95%以上その通りになってきましたよね。つまり、この2週間の私の相場解説、結構冴えてるんですよ。つまり、テクニカルがスポッて当てはまった、それが見抜けた2週間だったんではないかなと思います。そこで今週はクライマックスとして13、131円前後で エントリーして大きく利幅を取るということを掲げて相場解説に臨みました月曜日に様子を見てカースイン目のいずれかでエントリーするという風なお話でしたさあどうでしたかね火曜日時間が切り替わった瞬間にこの1円ほどの値動き見ることができたと思うんですよ現在深夜4時ですけども大きく利確をできてるんではないかなと思いますもちろん利確せずにまだ伸ばしてもいいですけども私の テイクプロフィット目標はこの辺りですので私は先に離脱させてもらいますおおむねそして別の玉もありますんでねそちらの玉はこれからもうちょっと時間をかけて決済しようと思います大きめのロットっていうのは確かに私は3ロットでエントリーしましたけども1ロットと2ロットを分けてエントリーしてますんでねで今回追撃はなしです1ロットの方は決済します 2ロットの方はちょっと残してもうちょっと予想を見てねできれば132円台で決済したいなぁと思うわけなんですけどねまあここ1時間2時間で決断すると思いますはいじゃあ今回は以上でございますでこんな考え方をね日々聞けるのが FX オリガルヒというこれから始まる私のコースなんですよねでもちろんね細かいご質問にもちゃんとコンサル付きでお答えしていきますし講義もバンバン打ち込んでいきます で、ここで私が皆さんに分かっていただきたいのは考え方なんですよで目先のいくら勝ったいくら負けたっていうのはこれはねそんなに問題じゃないですまあはっきり言いますけどもこうやってプロモーションのために儲かったっていうことはありますけどもそんなこと言わなくてもずっと今まで利益を上げ続けてきてるのはあ通常の無料動画でもご理解いただけると思うんですよでそれでいやいやこんなことじゃ儲かんないだろうと思う方はオリガルヒは別に気にしなくていいと思います でもずっと見てくださってる中でね、この相場解説は分かりやすくてすげえな、しかも当たるなと、儲かるなと思うんでしたら、これからもこの FX オリガルヒにかけてみてもいいんじゃないかなと思います。はい。ということでね、本日までが FX オリガルヒ、ご案内になります。35万でございます。先週決断された方は29万8千円で、もうすでに中にはね、費用を取り戻しちゃったって方もいます。単純なのは、そうじゃない時期もこれからやってきますよ。なかなか、 勝てないなかなか私も解説が噛み合わないそんな時が必ずありますいい時ばっかりじゃないですからねだから今の状態が常に続くと思わないことですまあ結構続いてるんですけども結構続いてるんですけども私もねあこれは解説できないんですいません今日は休みますっていう日がありましたでしょ今までも、うんね、そういう日もありますからね私の苦手なチャーートパターンもあるんですよそういう時は無理にテクニカルを当てはめずにやらないという選択でポジポジを下げていきます 1> 1日全くエントリーしない時とか朝のチャートの形を見て今日はもうやりませんって放棄するときもありますからねそういうふうなメリハリも学んでいけるのが FX オリガルヒでございます締め切りは本日深夜23時59分までとなっておりますでは失礼します